じゃ、こんにちは。さあ、全球団のここまで前半戦の振り返りをやってきていますが、はい、今日はセリーグの3位の DeNA、そしてパリーグ4位の日本ハムを見ていきましょう。はい、まず DeNA、はい、ピッチャーの防御率が 3.58、はい、まあ、よく頑張ってると思うよね。うんうん、その中でやっぱり井上が5勝3敗 2.35、はい、大貫5勝2敗 2.22 防御率ね、はい、ピープルズ、まあ、ちょっと怪我で離脱してたけど、はい、ちょっと出てきて、まあ、2勝1敗、うん、防御率が 4.13、はい、まあ、このピープルズっていうのは俺は勝っていくと思うんだよ。はい、最初開幕時っていうのはちょっと悪くて、はい、打ち込まれたから防御率がちょっと跳ね上がってるけど、うん、ただ問題は DeNA って言ったらさ、はい、先発ピッチャーって言ったらやっぱ左っていうイメージがない。はい、で今永が5勝3敗、はい、浜口が3勝4敗、はい、東が0勝、はい、あれ、まあ、これは怪我でね、はい、手術して離脱してるんだけど、だけど俺はねポイントはやっぱ左ピッチャーだと思うんだよ。はい、で右は頑張ってるよ、伊能大貫ピープルズって、うん、ああ上茶谷も出てきたね。あ、そうですね、うん、ただあの子はね勝ち運がないわ。なんかもうあるんですかね、そういうの。なんかあるね、うん、勝ち運がない、うん、はい、いいピッチングしても、うん、一発で負けたりだとか、うん、そういうところがあるんだよね。はい、まあ、でもそれはやっぱり実力なのかって言えば実力なんだろうけど、うん、だからそこら辺はやっぱ改善してほしいよね。はい、でも右ピッチャーは頑張ってるけど、うん、まあ、今永、はい、5勝3敗、うん、まあ、昨年の活躍からすると物足りない で、離脱した、はい、ね、すぐ離脱する、うん、で浜口すぐ離脱するだって去年その前の年は離脱してたんだよ。で去年復活してどうのこうのってでまた今年離脱したんだよ。これじゃダメですよ、ね、これじゃダメでしょ、やっぱ、はい、継続は力ない、ね、浜口、はい、やっぱりこうコントロールに苦しむね、うん、でそこら辺も改善されてる、はい、だからやっぱこの左ピッチャーが復活しないとやっぱり優勝というのは見えてこないよね。そうなんで、やっぱ DeNA の鍵なんですね。そうそうそう、うん、それと前半戦よく頑張ったのはパットン、エスコバ、はい、パットンが31ゲームに試合に投げてる、はい、でエスコバが33試合、うん、ね、多すぎる。これは逆に多すぎるってことですね。いや出てこれはね、潰れるよ、うん、いや、あ、そうですね、その半分投げてんだよ、2日に1回というか、うん、はい、いや、これはね、登板型で後半は持たないような気がするよ。あ、そうですか。前半よく頑張ってくれたと思うけど、うん、やっぱね、後半は俺は持たないような気がする。そのラミレス感とかね、本当に今年こう小刻みというか、いや、もう毎年だもんね、はい、だからまあそれがラミちゃんの戦略っちゃ戦略なんだけど、はい、でももうちょっと使い方があると思うんだよね、うん、だからそこら辺はやっぱこう改善していかないと、はい、やっぱ追えなくなる、後からきつくなる、きつくなる、はい、だんだんもう息切れ状態になってくる、うん、でやっぱ復活してほしいのが安明、そうです、山崎安明、はい、まあ、中継ぎで投げたりとかもいろいろしてるけど、うん、やっぱ一番後ろのポジションじゃなければ、はい、一回やっぱ外して調整し直した方が俺はいいと思う、うん、一回ね、はい、じゃないと彼自身もやっぱ精神的に病むよ。もうどうしていいのか分からなくなってくるんですよね。そう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 、うん、だから山崎康明が、まあ、今年抑えを務められないっていうところがやっぱもう一つ上に行けないところだろうね。これこのあと、うん、今シーズン一番後ろに持ってくる姿って見られる可能性あるんですか。いや無理ですか。結構厳しいかもね。じゃあ落とさずに今のあの位置で行くって形ですかね。いや俺は落とした方が、落としてくれと思ってるんだけどね。本人ももしかしたらそういうふうにはもうね、覇気がないもんね、うん、まあそう見えるのかもわかんないけど、はい、で平が良かったでしょ、はい、ただやっぱり離脱した、うん、で全体的に見るとさ、投手陣をやっぱり1シーズン戦えるスタミナを持ってる選手っていうのはいないよね。少ないですね。少ないよね、はい、だからここら辺がやっぱ弊害として早くピッチャーを変える、うん、で後ろのピッチャーは登板型になる、もうそういうことがなんか金属疲労を起こし、うん、ちょっと厳しいところで投げさすとどっか痛めるというね、はい、だからちょっと成績はまあ上がってるんだろうけど、うん、
ただやっぱりひ弱な選手が一生懸命頑張ってるっていうような感じに見えてしまう、ピッチャーはね。そうですね、これが後でしわ寄せになってこないといいなという、いやもうね、こうやっぱ追っていかなきゃいけないでしょ、もう優勝しかないんだからセ・リーグは、うん、そしたらやっぱりやりくりをもうちょっと上手くしないと、うん、こっからでも変えて、ちょっと変えていけますか。いやだって今日投げたら明日は必ず休ますとかさ、はい、やっていかないとなかなかやっぱ厳しくなってくるよね、うんうん、で野手はね、はい、チーム打率2割6分6厘、はい、ね、ただまあよく打ってるんだよ。そうですよね、266。いや266って言ったらジャイアンツより打ってるからね、はい、だけど盗塁がジャイアンツが37に対して13、これ24個の差があるんだよ、はい、ね、でジャイアンツの走ってるところって、うん、やっぱ増田のイメージが強いと思うけど、はい、やっぱ大事な1点を取るところで走ってるんだよ、はい、で盗塁数13、うん、梶谷が6個走ってるんだよ。そのうちのほぼ半分ですよね、1人でも6個アウトになってるんだよ、5人で、神里が5つ走ってるんだよ、はい、ね、失敗0、うん、でも11個走ってるわけでしょ、はい、チームの大半は2人で走ってるんだよ。それでもその梶谷は半分アウトになってるんだよ、はい、これじゃやっぱ話にならないわけよ。そうですね、そうでしょ、はい、で打線が売りだって言ってても巨人が80本ホームラン打ってる、はい、で DeNA は62本、これ18本の差なんだ。ありますね。でもこれは横浜スタジアムというさ、うん、狭い球場を使ってながら、うん、巨人を超えられないっていう、うん、じゃあどっちが打線のチームなんだって言えば、うん、やっぱ巨人になっちゃうでしょ、うん、そうですね、だからなんで補っていかなきゃいけないかっていうと、やっぱバッティングもそうなんだけど、やっぱ走塁なんだよね、うん、鍵は、はい、で走塁がなかなかこう苦手な選手が多いから、うん、まあそういう教え方はしてないのかも分かんないけど、はい、広がらないんだよ1本のヒットで、うん、例えばジャイアンツだったら1本のヒットで1、3塁作れるところを1、2塁で止まるとか、はい、外野フライで1点ジャイアンツは取るけど、うん、DeNA はヒットじゃないと取れないとかさ、はい、だんだんそういう差が出てきてるわけ、うん、それだとやっぱり、こうゲーム差は縮まんないんだよ、はい、その中でポイントとなる選手は俺神里だと思う、はい、5回走って失敗ゼロ、はい、だからこれは走れる能力はある、はい、で走塁の技術もある、うん、ね、だけど得点圏打率が190なんだ、うん、1割9分、チャンスに回ってきてクソ打たねえっていうこれじゃ、いやいや言葉が出てきましたけどそうか、いやこれじゃやっぱ使いにくいんだよ、OB としてです。いや OB として大学の後輩なんだよ。あ、中大ですか。そう、あ、いやそれでもう、ね、一番を予定されたの。あ、そうなんですね、うん、だけどやっぱ一番を打ち切れないでしょ。はい、これでは、これでは、はい、これではっていう、もう開幕の時から梶谷一番、はい、だから構想がもうずれてるんだよ。あ、だからこれじゃやっぱ困ると思う、はい、でやっぱ後半戦キーとなるのはオースティン、はい、あ、オースティンですか。はい、オースティンが今怪我してるけどね、はい、3割2分、うん、打率、はい、出塁率が3割9分3厘あるんだよ。あ、そんなにあったんですね。で得点圏が2割8分6厘、あ、強っ、まあ、割と打ってくれる、はい、実力はあるよ。出たベタなんですよね。出た出てくれないって。なんで後半シリーズどっかで出てくる見通しはあるんですか。いやいや、まあ出てくると思うけど。まだ痛いんですか。いや、どうか知らないよ俺オースじゃないから、まあ、そっか。まあだけど、はい、だけどやっぱりね、出塁率が3割9分3厘あるって、うん、もう4割近いっていうのはさ、はい、やっぱり2回に1回は出てくれるような計算だから、はい、言えばね、うん、あの印象とすれば、うん、だからこういう選手がやっぱ揃ってこないとやっぱ勝てないよ巨人にはね。うんうん、だからオースティン待ち。いや今もうとにかく頑張ってるよ、一生懸命頑張ってるとは思うけど、はい、やっぱ怪我人も出てくるし ね、うん、ね、登板方のピッチャーも増えてくるし、はい、上里は得点圏で打たないし、はい、もうこれじゃ困るわけよ、はい、ってなるとオースティン、オースティン待ち。だからオースティンが1枚加わることによって、はい、やっぱ打線の厚みはできるということだから、そうです、ね、オースティンをなんとかケツ叩いて出せと出せと、うん、いうことだよね。なかなかないですよね、誰がキーポイントになってくるって。今出てない、出てない、この選手がキーポイント、うん、これ1枚いることによって全然変わるから打線って早く帰ってきてほしいですね、ここはもうね、うん、はい、はい、じゃあ、パ・リーグ日本ハム行きましょう、はい、日本ハムね、はい、前半戦はやっぱ有原が勝てなかったっていうのは大きかったよね。はい、で3勝6敗今でね、現時点で防御率が 3.56、はい、まあ防御率はまあまあのところいってるんだけど、でも有原の力からすると2点だよ、
噛み合わせが悪くてさ、はい、やっぱ負けが先行してるけど、これがやっぱり逆になってくれなきゃいけないよね、はい、6勝3敗ぐらい、うん、ね、攻めてで、噂はバーヘイゲン、杉浦ともに5勝2敗ずつ、はい、勝ち越してるでしょ。そうです、ね、だから日和に見える、うん、あのメンバーでも結構頑張ってくれてるんだよね、はい、で得点が281、はい、失点が286、うん、この差が4点しか、はい、あ、5点か、だから、うん、5点だから、まあ得点の方が5点少ないんだけど、うん、非常にバランスを取れてるんだよ、うんうん、普通は負けてるチームは失点がものすごく高くて得点が低いとかになるんだけど、でも打率もね、チーム打率が2割5分3厘、リーグ2位、防御率が 4.07、はい、これもリーグ2位、だから結構頑張ってるんだよ。もっと上位に行ってていいはずです、ね、行ってていいんだよ、はい、でも防御率が 4.07 で、うん、2位っていうのはどれだけパ・リーグのバッターがすごいんだっていうことでしょ。そうですね、うん、ピッチャーは結構打たれてますね。だけど日本ハムは非常にバランスがいいんだけど、一つの難点を言えば足が使えない。西川遥輝が走るけど、はい、そんなに多く走る選手でもないし、足が使えないということ。うーん、だから投手陣もまあまあそこそこ頑張ってるけどね、はい、で野手、うん、得点圏打率をずっと見渡すとさ、はい、いいんだよ、悪くないんだよ。近藤が3割8分7厘、太田が3割7分2厘、まあ、中田が2割9分1厘、はい、だからみんな割と高いんだよ、はい、ただ進塁させるようなバッティングがない。まあ、例えばさ、ランナー一塁で一、二塁が空いてます、はい、そこを狙って打って、うん、まあ、例えば近藤とかね、うん、左バッターで出塁率も4割以上ある、はい、これが一、二塁間を抜いて一、三塁を作ってくれるバッティングをしてくれればいいんだけど、はい、これが流しちゃうんだよ。あ、と思うの、はい、あれだけの技術があって、うん、そんなバッティングするって自由な、確かに1、2塁間を相手バッテリーを打たせたくないから、うん、外を中心に行くよ、はい、それを自由に打っちゃうんだよ、うん、そしたら1、2塁で止まるわけよ。そうですね。そしたら次のバッターがゲッツーとかでチャンスが潰れると、はい、うん、1、3塁だったら内野ゴロでもな、なんていうの、ゲッツー崩れて1点入るでしょ、はい、うん、そういうバッティングがなかなかやってくれる子がいないんで、自由なんだよ結構。それはその状況を考えてではなく自由に打ってるっていうイメージなんですね。そうそう、だからもう自由気ままにやってるっていうようなさ、はあ、よく栗山監督が許してるなと思うんだけど、はい、だからここら辺はやっぱこう考え方を少し考えた方がいい、はい、変えた方がいい、うん、じゃないと1本のヒットが、うん、で点になるところが2本3本いるようになるから、はい、そんなには打てないでしょ。そうですよね、うん、だからそこら辺の考え方をしっかり正しい方向に考えたらもっとチームは上に行くと思う、はい、それと俺はこれは言っていいのかどうかわからないけど、うん、清宮、はい、ずっと清宮が1割9分2厘、はい、得点圏1割7分6厘エラーが6個、はい、これこの数字を見て、まあ、森藤に聞いたら悪いから聞かないけど、はい、一軍の選手かって俺は思うわけ。それも一塁手ということで言えば、はい、一塁手っていうのはやっぱ中田ぐらい打ってくれないと、うん、はい、守りの負担とかいろいろなこと考えたら、で中田はよく頑張ってるよね、うん、ホームラン1、打点1、はい、ね、これは素晴らしく頑張ってると思うんだけど、その控えにいる清宮が、まあ、先発でも出るよ、はい、1割9分2厘、得点圏打率176、うん、エラーが6個でね、エラーがね、やっぱ失点に結びつく率が日本ハムは高い。ということは、このエラー6っていうのも失点につながっているのは、だから俺、清宮っていうのは、素質はやっぱ、はい、ヤクルトの村上クラスだと思うんだよ、はい、逆に言えば、ドラフトの時なんか村上より評価されてたわけだから、はい、俺はね、やっぱじっくりできる、鍛える時期を作ってやった方がいいと思う。日本ハムっていうと悪くても使い続けて、うん、それで花開かせるっていうイメージあるんですけど、ここは一回じゃあ清宮選手の場合は、いや俺はね落とした方がいいってことですか。だって一軍のレベルの数字じゃないもん、うん、そしたら何が一番苦しいかっていうと、やっぱ清宮が一番苦しいと思う、はい、でも俺はしっかりしたものをファームで鍛えると、うん、やっぱそれなりの選手になってくると思う。
ただこの数字を見てファームの選手がなんで清宮だけ一軍なのって思いますね。思うよね、はい、だからそういう不協和音を払拭するためにもやっぱね、どんな選手でもね、スーパースターでも数字が上がらなかったらやっぱ競争から外れるっていうのはさ、うん、これは勝負の世界の鉄則だと思うんだよ、はい、でここら辺が俺は体制的には俺は甘いかなと思う。うん、それはじゃないと2軍の選手はさ、一生懸命頑張ってるのに、うん、1枠清宮で埋まってたら、うん、そこ狙えないわけじゃない、いくら頑張ったって選手の士気にもつながってきますと俺は思うよ、うん、だからここら辺は俺は少し考えるべきだというふうには思う、うん、そうですね、はい、はい、というわけで今回は、セリーグの3位の DeNA とパリーグの、4位の日本ハムを見ていきました。